よし、じゃあ軽くお化粧して美容院行こうかな。うん、行ってらっしゃい。あ、お昼ご飯のオムライスは冷蔵庫に冷えているからそれをチンして食べてね。はい、うん、できます。イメチェンすんの？お姉ちゃん、イメチェンなんてことはしないよ。まあ、夏だから暑いし少し生きろうかなっていう感じで。うん、じゃあね、行ってきます。はい、ちゃんと勉強するんだよ。はい、行ってらっしゃい。いろはにほへとちりぬり。ただいまー。あ、おかえり。いろはにほへとちりぬるを。我が世たれそ常ならん、ういの奥山今日越えて朝き夢飯を今せず。お、面白いテレビやってる。お姉ちゃんすごいね。俺さ、全然覚えられなく、これ覚え方悪いよ。いろは歌ってさ、これを単純に覚えようとすると難しいかもしれないんだけど、意味を考えて。どちら様ですか？何をとぼけかましてるの？お姉ちゃんに決まってるでしょ？いや、ちょっと、イメチェンの範囲を超えちゃってない？イメチェンだって髪を染めただけでしょ？いや、染めただけって、だってお姉ちゃん黒髪ストレートの真っ黒クロスケだったじゃん。こんなことを高校生だったら誰でもするでしょう。何色それ？一発目の髪染める色じゃないでしょそれ。あのさ、アキラ、女の子だったらね、これぐらいのイメチェンは普通なんだから。そんなこと言ってると恥ずかしいよ。お姉ちゃん、夏休み明けにさ、そんな変わってたらクラスのみんなびっくりするよ。そんな変わってたらって言うほど変わってないけどね。何その、もともとこうだったけどね。なんかまるでガリベンがいきなりギャルに憧れてギャルになってるみたいな言い方するけどさ、もともとこうだったけどね。まさに今その言ってる通りになってるんじゃないの？なんか最近そういう感じの風潮あるくない？何その喋り方。ねえお姉ちゃん、ギャルってさ、そんななのかな？ま、お姉ちゃんはさ、確かにあの、もともと真面目な感じがあったけれども、心は、マインドとしてはギャルっぽい側面があったと思うから、無理やりギャルになったわけじゃない。もともとマインドがギャルだったから。お姉ちゃんずっと学級委員とかだったじゃん。うん、学級委員ギャル。何言ってんの？いや、絶対みんな、だってお姉ちゃんさ、頭いい学校でしょ、新学校でしょ、高校。うん、頭いい学校だからこそ先発 OK、染める髪とか言って先発 OK なわけで。だからギャルっぽい子多いんだよね。ギャルはさ、先発とか言わないって絶対。何それ。なんか、茶髪の子とか多いけど、まあ、ここまで極端にやってるやついねえから、まあ、お姉ちゃん目立つことにはなるとは思う。よろしく。ねえ、ずっとお箸持ってんのそれ。ね、口さ、ブルブルしてるよ、ベロが。もう慣れてないから。まあ、アキラ、そうやってさ、お姉ちゃんがおしゃれに目覚めてびっくりするかもしれないけどさ、こんなの普通だから。普通じゃないよ。まあ、うちは厳しいからさ。そうだよ。お父さんとかお母さん絶対怒るよ、それ。でも、やっちゃったもん勝ちだからさ。何開き直ってんの？まあ、一応高校に入学するときに契約書を書いてもらってて。契約書？うん、髪は染める可能性がありますっていう。え、お父さんとお母さんに対して？うん。だからそういうとこがもう学級委員なんだって。真面目じゃん。いや、真面目なんじゃないよ。それでもし親が何か言ってきたら、契約しましたよねって言えるから。そんなギャルいないでしょ絶対。うん、どこにいるんだよ契約書交わすギャルがさ。まあさ、青春だから。青春って楽しんだもん勝ちじゃん。ねえ、もうやめてそれ、普通に気持ち悪いから。ねえ、怖いんだってば、ずっとそれ。遠近法は何言ってんの本当に。なんかさ、人生ってさ、思い切りが大事なんだと思うんだよね。うん、思い切り。アキラもさ、真面目にやってきて周りからもそういうキャラだって思われてるかもしれないけど、根っこんとこはそうじゃないだろ。うん、両親、おじおば、祖父母、みんな色白黒髪眼鏡、そういった家系で育ってもさ、
違う色の個体がいてもいいと思うんだよね。あのスイミーでいうところの目の部分になる魚、まあ、それがスイミーか。うん、確かに俺もさ、クラスでさ、その真面目とか真面目太郎とかさ、ジーマーメイ豆腐とかさ、そういう風になんか真面目なキャラみたいな いじりをね、たまにされてて、うん、ジーマーメイ豆腐になぞらえているんだね。うん、メソーレ、なんかもう本当はね、本当はだよ、俺 BTS みたいになりたくて。なれるよ、なれるよアキラ。なれるかな。お姉ちゃん、小学校の頃絵画コンクールで金賞を取ったことがあったでしょ、うん、まあ絵を描くのは得意だからさ、きっとメイクもできると思う。韓国風メイク。お姉ちゃん、じゃあ俺にさ BTS のメイクしてくれる？もちろん。まあお姉ちゃんはさ、あのエッグを教科書にして、あのギャル風メイクのまあ素養しかないからさ、まあ今はまだそのメイクができるかどうかわからないんだけど、まあ教科書さえあればできると思う。確かにお姉ちゃんなんか生き生きしてて羨ましい。じゃあその憧れている BTS の画像を見せてくれたら、お姉ちゃん勉強するから一緒に変わろう。行こう。お姉ちゃんメイク下手だな。自分で練習しよう。